私はラーメンの方が大好きで、なので今日はね、ひもかわうどんみたいな薄っぺらい、ちょっとこう幅があるような麺のね、ラーメン屋さんに行きたいと思います。テレビではさ、ひもかわうどんはさ、よくよく取り上げられてるんだよね。確かに美味しいよ、美味しいんだけどさ、でも私は今から行くラーメン屋さんの帯麺っていうね、大好きです。テレビに、ね、出たことあるっぽい、私の記憶にはなかったんだけど、見てなかったんだろうな。いつ来ても混んでるお店です。あと唐揚げがね、超でっかい。テレビはね、唐揚げラーメン買ったらしいよ。あ、お腹空いてきた。喋ってたらお腹空いてきたよ。あ、見えてきた。どうかな、お昼ちょっとずらしてきたから入れると思うんだ。あ、大丈夫そう。よし、じゃあここで到着しました。はい、帯麺、元祖のお店ですね、梅田飯店さん。もう今日食べるものは決まっております。あ、お腹空いた。このレトロな看板も好きです。この子はね、これ食べようかと思って来たんだけども、唐揚げ食べたいからこっち、これにしようと思います。ここに来るとね、おしんこ出してくれるんです。これもいいね、嬉しいね。あのね、半から揚げランチにしたんですが、このラーメン、普通は醤油ラーメンなんだけど、これを帯麺にチャーシュー麺トッピングでお願いしました。お腹すいた。ちょっと残念な割れ方です。おいしい、来ました。いい香り、おいしそうです。どう、このボリューム最高。セットのラーメンを普通の麺から帯麺にしてもらって、チャーシュートッピングしました。ではいただきます。柔らかくってね、崩れちゃうの。私の好きなタイプのチャーシューです。うまい。辛い。熱幸せ。幅広、プルプル、もっちもちというよりね、つるつるな感じです。ごちそうさまでした。美味しい。
味しかったです。だいぶ苦しいです。最近ね、何ですかね、年のせいですか、食べる量が少なくなってしまいました。でも周りの友達に言うと、いや食べるからってよく言われます。まだまだね、私のお腹は健在です。ちょっとお天気が怪しいけど、これから動物園に行こうと思います。暑いから動物バテてないといいですけどね。無料なのにね、こんなにいっぱい動物がいます。もうだいぶ前ですが、ゾウさんもいたんです。でもゾウさん死んじゃったんです。見えますかね、ペンギンさん。泳いでいるんです。レッサーパンダ可愛かったね。これ雨だ。おー、かっこいい。はやぶさ。ちょっとスマート。ミーアキャットちゃんです。どこ見ているの？こっちだよ。向いた？こっちだよ。ケリンさん、もぐもぐしております。まつげが長いね。首も長いし、手足も長いし、スタイル抜群ですね。サルヤバにも遊具があるんですね。私が好きなコアラ乗らないかな。乗って見せてくれないかな。乗ってる乗ってる。乗ってくれました、おしゃる。揺れて揺れて、それで揺れるのがいいよ。無料の動物園を出てちょっと歩くとですかね、まあ、動物園と反対側というか駐車場は一緒なんですが、遊園地があります。こちらもね、入場は無料です。乗り物に乗ればお金はかかりますが、お安いですよ。